どうめさんこんにちは今回はえっとコムデギャルソンの財布の動画が伸びてたんでじゃ2ヶ月使ってみて思ったこととかをあの紹介しますえっとですねまずまあ意外と便利ですねこんな小さくてもでちょっと思ったのがこの小銭入れのところこれがこのここ こ,の角っこに挟うほらちょっとこのこうやって突っ込んでもなかなか取れないんですよだからこうやっ,やってやったりしなあかんくてだからここにこの端っこの方に挟まったらちょっと厄介っていうまあでもそこ以外はね結構良かったですねここをレシート入れてここをカード入れてここにお金入れるっていうまだから普通にここにちょっと待ってください にお金入れててももいいかななって思っ思たんんでですすけどと同じなんですよねここにもだって角っこあるわけやしまあそんな変わらないんですけどまああの革とかはそんな下手ってないですねまだ皮っていうかこれあれなんですけど加工何やったっけあれエナメル加工されてるんですけど多分エナメル加工されてないやつやったらまあ多少はへなへな,なってるかもしれんけどま僕デニムの あの尻のポケットに入れたりしてるんですけど普段まあ座ったりしてるうちにこの角っことかがちょっと跡がついているんですよねって感じでただ別に全然傷んでるなーって感じじゃないですねいい感じに馴染んできて皮が最初柔らかかった硬かったんですけどちょっと柔らかくなってって感じですねで僕ちょっとここが取るさやなと思って,てこの金属のでもなんか取れてないんで まあ2か月ぐらいじゃさすがに取れないですね。でこのチャックも全然スムーズやしぜひ、まあ、買ってみるべきやと思います。ありがとうございました。